んにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、以前琥珀糖の咀嚼音の音フェチの動画を出したと思うんですけれども、その時に作り方を知りたいっていう声がたくさんあったので、琥珀糖の作り方を紹介していきたいと思います。多分ね、たくさんの方が琥珀糖の作り方をやってて、まあ、大体ね、なんか私が見た中では結構他の方と似てるんですけれども、色の混ぜ方とか、いつ着色料を入れるかっていうね、そこがね、ちょこっとね、私は違うところがあるかなって思うので、よかったらぜひ見てみてください。ということで、材料はこちら。砂糖 300g、 砂糖なんですけど、私は今回グラニュー糖を使いました。水 200g、 粉寒天 5g、 着色料好きな色を少々、バット可愛い製氷機で、ちなみにバットを使う場合はクッキングシートも用意しておくと便利です。ということで、早速作っていきたいと思います。先に粉寒天とか砂糖を溶かすんじゃなくって、私は今回下準備として琥珀糖に色付けしたい色を先に作っておきます。私は今回この着色料を使ってるんですけれども、スーパーとかで売ってる粉の着色料でも全然 OK です。スプーン1杯分ぐらいの水で溶いておくととてもいいかなと思います。で、私は今回こちらの緑と青と赤というか、なんていうか、本当ピンクなんだろうけど、なんか赤になっちゃった、赤ピンクみたいなやつと、あと黄色ですね。この黄色がめちゃくちゃ綺麗で、こんな感じで溶かしていって、あと最後にあの水色ですね、よく見る水色のカラーを、水色っていうのかな、青だね、もう青っぽい水色を作っておきました。ということで、早速調理に進みたいと思います。まず最初に水 200g と粉寒天を溶かしていきます。キベラみたいにぐる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 ってやって、煮立ってきたなみたいな感じで思ったら、次に大量の砂糖を入れます。もう砂糖をこんなに入れるのかっていうぐらいね、もうめちゃくちゃ入れました。やばいね、お菓子にこんなに砂糖が入ってるって思うとさ、ちょっと気が引けてきてさ、なんか最近ちょっと甘いお菓子を食べれなくなってきてるっていう本当のこと、これで何言ってんの。ということで、砂糖を入れたら中火ぐらいで木べらを使いながらぐる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 混ぜていきます。はい、ということで、こんな感じで、なんか木べらを持ち上げた時に糸を引くみたいな、なんて言うんだろうな、水飴っぽくなったら火を消して次の工程に移ります。私は今回琥珀糖全体に色をつけたかったので、さっき作った着色料の中に溶かした液体って言ったらだけど、溶かしたものを流し込んでいきます。でもこれ均等にやるのがめちゃくちゃ大変だった。こんな感じでね、やけどに気をつけながらやっていってください。それでは次にこの琥珀糖ちゃんたちを混ぜて綺麗なカラーにしていきます。ちょっと次ここで事件が起こります。あ、ちょ、ダメみたい。めっちゃこれ熱かったです。なんかね、手にまとわりつく感じ、飴だからさ、飴が手についたみたいな感じだから、本当に熱くって、もうやばかったです。皆さんは気をつけて、やけどに気をつけてやっていってください。こんな感じでぐる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 混ぜて色を作っていきます。そしたら、あらかじめ用意しておいたバットの上にクッキングシートを敷いておいたものに、さっき作った色のついたものを流し込みます。これね、まあ適当に色同士がいろいろ混ざって、それもすごく綺麗になるので、あんまり位置とかそんなに気にしないでやって大丈夫だと思います。でもなんかね、反対色っていうか、なんだろう、あんまり合わなそうだなっていう色は、あの混ぜちゃうとめちゃくちゃ汚い色になっちゃうので、そこだけは気をつけてやっていくといいかなって思います。なんかね、紫がちょっと薄かった気がするけど、まあ、こんな感じでちょっとトントンってやって、端っこまで伸ばしきれたら、冷蔵庫で1時間ぐらい冷やしていきたいと思います。冷やし終わりました、こちらです。めっちゃ綺麗、もうこれだけでめちゃくちゃ綺麗だよね。そしたらこれらをいろいろちぎっていきたいと思います。私はですね、今回製氷機とか型抜きがなかったので、あの全部手でちぎります。はい、めっちゃ綺麗、ちぎっていきたいと思います。なんだろう、綺麗に切るのもいいけど、ちょっと切り口がバラバラってなってた方が綺麗に見えるかなって思ったので、包丁とかで切るんじゃなくって手でちぎってやってみました。はい、全部ちぎり終わった感じです。紫が結構薄めになっちゃったんですけど、どんな色になるのか楽しみです。ということで、ここから洗濯ネットとかかけて3日から4日ぐらい乾燥させていきたいと思います。は
い、ということで1週間以上、3週間とか3週間ぐらいかな、経っちゃったんですけれども、完成したのがこちらです。じゃーん、綺麗な色に仕上がりました。乾燥しすぎちゃったのかわかんないけどね、なんか結構白くなっちゃったんだよね。ちょっと砂糖の量が多かったか、ちょっと乾燥しすぎちゃったのかわかんないんですけれども、こんな感じになりました。ピンクはねこんな感じの色で、水色はこんな感じ。この前作んなかったんだけど、この緑とか黄色がめっちゃ綺麗にできました。なんかね、色の混ぜ具合がね、赤がね少なかったのかわかんないんだけど、結構ね青とか黄色とか緑系のねカラーの方が多くなっちゃったんだけど、めちゃくちゃ綺麗に出来上がりました。私はねちょっと家に型がなくって、ちぎってやったんだけど、ちぎるとこんな感じで、型でハートとかにくり抜くとすごい可愛くってね、なんかプレゼントもできるような感じになるので、ぜひよかったら型とかでもやってみてください。ということで、ちょっと 1,2 個食べてみようかなって思います。いただきます。ということで食べてみました。なんかね、ほんと乾燥させすぎちゃった感があって、2個目に食べたやつめっちゃ飴みたいでした。飴をガリガリ食べてるみたいな感じだったんだけど、あんまり乾燥しすぎないうちに食べるか、乾燥したらラップとかしてね、それ以上乾燥しないようにしたらいいかなって思います。ということで、たくさんのリクエストありがとうございました。他にもね、おとふち作っていきたいなって思うので、こんなのが見たいっていうのがあったら、ぜひよかったらコメントにお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。